オッケー今日も仮想通貨ニュースをガッツリね皆さんに最新ニュースを海外からまとめて、ね、送りたいと思いますけどで今日のトピックとしては例えば、まあ、イーサリアムとかあとビットコインこの辺が、ね、結構多くなりますとでツイートをしてますけど例えばイーサリアムで言うと,、えー、と新しいイーサリアムのアップデートによって、まあ、イーサリアムのマイナーが稼ぎなくなるとでそ,れによるそういう問題があるのでマイナーたちがデモを行うしますとでそれの影響がさらにまた出てるみたいな話があるので、まあ、その話とか あとは、まあ、ゴールドマン・サックスのデジタルアセットのトップが、えー、今後の、ね、ちょっとビットコインの需要に関して触れている話とかあとはアメリカの OCC、まあ、その連邦レベルでの,そのレギュレーターですよね。まあ、規制 当局が今後のね仮想通貨の動きを今後ね、まあ、決めてるとでその動きがあるので、まあ、その話とかあとはまあビットコインの最高値の話とかまあその辺をね、まあ、あとイーロン・マスクがねなんか居犬買うぞみたいなこと言ってるけどまあこれドッジコインのことだと思うのでまあその話とかちょっといろいろやっていきたいなと思いますとで皆さんこのチャンネルではコインクラブ皆さんようこそコインクラブですよえー、海外のテックテックテックじゃないあの <laughs> コイン仮想通貨のニュースを皆さんにまとめて速報でお伝えしているのでえー ぜひ皆さんね、今後投資したい、投資してるよとか、業界のことを勉強したいみたいな人は、ぜひチャンネル登録していってください。で、これ、チャンネル登録をした後にちゃんとベルもね、押してください。じゃないと、YouTube って仮想通貨系のニュースを積極的におすすめに出さないんですよね。なので、最新ニュースが例えば出て、価格が上がるかもしれない、下がるかもしれない、そんな時に皆さんのフィードに出ないと、チャンスをミスしてしまうので、ぜひ通知はね、オンにしておいてください。あと、ニュースだけじゃなくて、例えばおすすめの、まあその、 小さめの100倍1000倍リターンが狙えそうなオルトコインみたいなところもまあ一個一個ねちょっと時間を取って紹介をできればなと思ってるのでまついこの間は B チェーンの紹介をしましたけどねまあこの辺のところとかもカバーしていきますと,でえとちなみにファイナンシャルアドバイザーではないので基本的にはこれはエンターテインメントとして見てくださいまあ皆さんちゃんと投資する前は自分のリスクでねちゃんとリサーチをして勉強して投資をした方がいいと思うので基本 YouTuber の言うことは結果もう鵜呑みにしない方がいいと思います とということで前置きはその辺にしておいていきましょうかまずちょっとマーケットのアップデートですけどまずこれですねまあビットコインもね最高値ついに6万ドルを超えましたとで昨日の夜、今ロンドン時間の3月の14日の朝10時で日曜日ですけどえとね6万ドルですと昨日の夜だともうね6万2000ドルとかかな近く行ってたのでまあかなり上がってますよねで過去も7日間だけで20%上がってますと。イーサリアムもまあ ちょっとずつ上がっていて、多分ね、もう2000ドル超えるんじゃないかな、今月末にっていう感じしますけどね。で、なんでそうなるかっていうことを、まあ、ロジックもね、後で紹介します。あとは、まあまあまあ、なんかいつも通りの顔ぶれですね。まあ、カールダのポルカドットあたりは、もうなんかスリーピングジャイアントみたいな感じでね、横ばい横ばいですけど、まあ、あとそんな感じで、まあ、ユニスオップ、あとあれだね、ユニスオップのまあバージョン3が出てくるんですよ。 でもファウンダーの人たちがもうバージョン3はもうリリースレディーだよみたいなことを言っていてなのでそのバージョン3になるとイーサルムベースのユニスワップのトランザクションフィーが安くなるという問題がある,解決するまあ安くなるということになるのでってなるとユニスワップ自体のユニーの価格も上がるかつユニスワップ上のオルトコイン全体の取引量が増えるとなのでリテールインベスターが入ってきやすくなるので全体的なまあ仮想通貨の価格が上がるんじゃないかなということがなんとなく見読めるかなという感じかな。 あと、ライトコイン。ライトコインも、まあ、過去7日間で19%上がってますよと。で、これ、まペイパルの、あの、クリプト、ペイパルクリプトマーチャントプログラムが始まるんですよね。要は、クリプトカレンシーを使って、ペイパルだとね、その、ペイパルを受け付けてるところで使えるようになるわけですね。で、ペイパルを受け付けてるところって、約2600万点ぐらいあるので、まあ、そこに使えるようになると。で、かつ、3億人以上のユーザーがいるわけですよね、ペイパルって。なので、いきなりね、もう、 かなりの、そのだけの多くの人にライトコインが実際に通貨として使えるような、まあ、そういうドアが開かれるので、まあ、あのかなりね、価格が、まあ、その期待によっては上がってるのかなって感じかな。はい。で、まあ、この辺のちょっと他のね、オートコインはまた別の時に紹介したいなと思います。あら、right、ということで、今日はちょっとね、ビットコインについて、まあ、もちろん話をしていくんですけど、オールタイムハイですよねと、もう最高値ですよと。で、次は7万ドルかというところで言われてますけど、えっ、ー、とね、 まあもうすごい上がり方だよね。で、これちょっとね、やっぱ面白いのが、やっぱりヒストリーを見ていくと、面白いんですけど、たった1年前ですよ、たった1年前、いくらだったと思います ?5000 ドルだったんですよ。5000ドルだったのが、1年後に、こんだけ10倍以上になってると、これがね、要はビットコインとかクリプトの、まあ、いいところなんですよね。で、まあ、ロマンのあるところというかね、で、まあ、なんでここでこんな下がったかというと、まあ、この前を見ていくと、まあ、実際もうちょっと高いんですけど、あの要は、何、そのコロナ ショックみたいなものがあって、ここで一気にポンと落ちるわけね。で、だけどそこで買った人とかはもう、ね、勇者だよね。もうあのそこからもう10倍ぐらいになってるということなので、もういきなりもうなんかリタイアできるみたいな人たちもいるんじゃないかなっていう気がしますけどね。なので、まあこん、これだけ1年の間で変わるというのも、まあなんかこのクリプトの面白さですよね。で、これがじゃあいつ終わるのかとか、今後下がるのか上がるのかっていうところですけど、まあ、そんなことは誰にも分かんないわけですよ。なので、自分でいろいろ調査をして、 予想を立てななきゃいけないけけんですけど個人的な、ね、思いを言うとあの、ね、下がる理由はないと思うんですよね。で、まあ、それをちょっとまず言っていくと、まあ、今ってどん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 ,どんあのいや過去3年と比べると外的環境が変わってきていて例えばテスラとかマイクロストラリジーとかペイパルとかねあのスクエアとかもうフォーチュン500企業みたいなところがもうクリプトをもう会社のアセットとして買うみたいなことがあるわけですよ。よなので一発で発さ テスラみたいに1500円分買うとかねそういうのってなかったわけだけどそういうのがどん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 起きるわけでそういう話で言うと、まあ、テスラでだ,だけで、まあ、さあとちょっと増えるけどその投資だけでもなんか1500200億,億円ぐらいかなもう儲けてるんですよねたった過去この数ヶ月だけで。 なのでそういった姿を見ると他の会社もどん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 ん突っ込んでお金が来るのであの基本的にどんどん買いが進むとまあ在庫が決まっているのでどんどん価値が上がっていくとそれによって上がるよねみたいな話とかあとはアメリカで1.9兆ドルのまあスティムラスチェックが。 まあ決ままって今月の末ででに配られるわけですよね1人当たり1400ドルとかあと毎週毎週300ドルぐらい配られるんですけどってなるとまあドルの価格が市場にある量が増えるので下がりますとってなると金持ちはだったらドルで持ってるんじゃなくてビットコイン買っちゃうっていう話もあるのでまあそういったところにお金が流れるとかあとまあさっき言ったペイパルの,まああのインテグレーションで実際に使えるようになるのでお店で2600万店舗ですよだからそれが始まったらもう3億人が使えるわけじゃん。 ってなると、いきなり上がるよね。ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、この4つは今使えて、あと今後またどんどん増えるっていうことを言ってますけどね。なので、なんかこう、スローダウンする理由がないかなっていう気がするというところ。で、もっと言うと、ビットコインの今エクスチェンジ上にある量がもうね20、20%以上落ちてるんですよということですね。どういうことかというと、要は、そのビッグプレイヤーがね、金持ってる人たちがもうどんどん買いあさって、で、それを エクスチェンジ上に、要はなんかバイナンスとかさ、なんかコインベースとかに置かないで、もうなんか安全なところに置いてるわけよ。ね。ってなると、もうマーケットがなんかなくなっちゃうわけじゃん。で、っていうことが起きているので、もう実際にトレードできる量が少なくなってると、希少価値がどんどん増えてるということですね。まあビットコインってもともと2100万枚しかないので、かつその中でも失われるものもあって、もう全体の10%はなくなってるっていうふうに言われてるんですけど、かつその、 めちゃくちゃゃく買ってる人たちが取り除いてどっかに持ってっちゃってるのでなんかこの安全なところにね。なのでサプライが減っていく分価格上がるよねっていう話なのでまあ全然なんかこれから値段がね極端に下が永続的に下がっていくっていうなんか環境下ではないかなっていう気がするよね。とかとかっていう意味とかあとはあのねもうちょっといっちゃうとあのねこのまあいいやまあビットコインだけで言うとそんな感じですかね。なののであのー 結構だから追い風感は結構あるんじゃないかななんていう気がするというところでちょっとここからあのもうちょっとでかい話になってクリプト全体として今後上がるのかどうかっていう話ですけどえっとねこのニュースでこのチャンネルちょっと最近始めたばっかりでこれカバーしてなかったですけどえっとね今年の頭にそのアメリカの OCC っていうその要は The Office of Comptroller of Currency っていうのがあってまあ要はなんだろうなレギュレーターですよねでレギュレーターが言ってるのがその銀行にね銀行が ワイヤートランスファーとかじゃなくてそのステーブルコインっていう仮想通貨を使って取引していいよっていうことをあの言っているっていうことなんですよつまりそのステーブルコインを使っていいよっていう認可が出たみたいな、まあ、そんなことですけどあのそもそもステーブルコインって例えばその US ドルのデジタル版って考えてもらえばいいですけどデジタル版なんだけどその担保を、ね、ちゃんと US ドルで持ってるから。 あのデ,ジデジタル版 US ドルっていう風に言えるんですけどねでそういったものって価格が変動しないわけですよその担保があるからなので、えー、それを使ってトレードすれば今までさ数日間かかったなんかワイヤートランスファーとかさフィーも高いし遅いしなんか間違えて送っちゃうとかもいろいろあるしさなんかそういうのは面倒くさいよねとだったらステーブルコインだったら別にそういうのがないし一瞬でやり取りができるから 使えばいいじゃんみたいなことでも、もう連邦、アメリカの連邦レベルで進んでると。ってなるとよ、銀行でどういうことが起きるかというと、その銀行のトップたちがさお、おなるほどと、OCC が動いたなと。で、今、ゴーサインが出たので、じゃあこれをね、実際にどういうふうにプロダクトにあのインテグレーションしていくかと、お客さんにどういうふうに説明していくかということが、実際にこう、進むわけじゃん。ってなると、その各企業の中でのクリプトカランシーの理解とか、 チャンスとかっていうのも大きく増えていくので、えー、どん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 こうイ,ンスインスティテューションでのこう、なんだろうな、あの仮想通貨の採用が増えていくということですね。なので、まあ、トップがもうね、OKGO、OK, って言ってるから、今後どんどん増えるんじゃないかなっていう感じですかね。はい、あともっと、ちょっとね、次の話で言うと、えー、っとね、またちょっとビットイン関連の話ですけど、 のインスティテューションの話をさっきね、今、ったけど、ゴールドマン・サックスの,そのすごい新シニアな人で、デジタルアセット部門のトップの人、のマシュー・マック・ダーマットっていう人がインタビューでビットコインの需要が特にめちゃくちゃ増えてると、特にでかいそのインスティテューションの間でというふうに言われてるんだけど、このね、クオートを見ていくと、まずヘッ,ジヘッジファンド。 とかあとマクロファンド、あとアセットマネージャー、この辺がねすごいこうなんだろうなビットコインを投資先としていろいろ見てるということがえ彼のコメントで来ていると、特にヘッジファンドはまあ早いよねというところでかなりアクティブになってるよねみたいな話があるんですよね。なので今後上どういう動きになるかというと、多分ビットコインをあのそのアセットとして持つような会社とかはねどんどん増えていくわけです。ねただのなんか上場企業だけじゃなくてヘッジファンドとかが来ると、 またかなりでかい金が流れてくるのでってなると買いが進むとで買った後に多分それを長期保存してコールドアセコールドストレージとかに置くとまた在庫がなくなるので値段が上がるということになると思うのでまあなんかそんな感じですねはいなのでもう追い風しかないんじゃないかななんていう感じがちょっとしますけどね OK ということでちょっとそんなところかなちょっとビットコインはちょっと順番バラバラになっちゃったけどねちょっと次じゃあねイーサリアムの話いきましょうかでイーサリアムのマイナー がプロテストしてますよとでこの EIP1559 ていう内容に対してなんだけどそれっていうのがまあ要はなんか失敗したよっていうことを言っているんですけどそもそも EIP1559 って何かっていうと繰り返しになるかもしれないですけど e h e r e u m i m p r o v e m e n t PLAN っていうんですね e h e r e u m を改善しようぜプランってこの番号はどうでもいいんですけどで e h e r e u m って今問題としてそのガスフィーガス代がかかるんですよそのガス代っていうのがこうトランザクションフィー手数料みたいな でも無限に高くなるるようなななデザインになってるんですねなのでなんか2万円交換したら2万円かかったみたいなもう意味ないじゃん。でそれって問題だからスケールできないよねみたいな話があるんですけどでそれをもうイーサリアムが直すよってことを言っていてでこの EIP を。 この EIP1559 っていう名前で出すと。なんだけど、そんなことしたらさ、今までマイニングしてる人がね、もうボロボロ儲けしてたわけだけど、それが稼げなくなるわけじゃん。なので、マイナーたちがそんなことやらせねっつってで51、51%以上のハッシュパワーをね束ねて違うところに持ってくくみたいな話をね、言ってるわけですけど、邪魔をしてやろうみたいなね。で、そんなことを、そのニュースが昨日、先週かな、出てきて、ニュースここでも喋りましたけど、 その時にちょっとコメントしたのが、こんなことしても止められるわけないじゃんみたいなこと言ったじゃないですか。で、むしろなんか逆にさ、イーサリアム側からしたらさ、それこそこんなマイナーたちに、もうなんか力なんか与えられないからあの、早くこいつらから力取ってやろうってなるから、もう逆、火に油を注ぐみたいな話になるわけじゃん。で、それが起きたよって話なんだけど、今回。で、イーサリアムのマイナーがプロテストした結果、えーとね、イーサリアム2.0っていう新しいアップデートが、あのより加速してね進まる、進むということになったと。 どういうことかというと、今回、そのビタリックっていう、そのコーファンダーのイーサレムの人が、もうね、こういう問題もあるので、もうどん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 早く、要は簡単に言っちゃうと、早く開発を進めて、もう早いところ、そのね、ガス代をね、下げるようなアップデートをするということで言っていると、それがフェーズ1.5っていうんですけど、もうそれをね、もうなるべく早くしますと、ーサレムももともと2.0っていうのが7月に来るって話だったのかな。なんだけど えとねそれをもっともっと早めに出すよみたいなことが今回、レディットでね言われているということですね。なので、イーサリアムのまあ逆にユーザーとしてはね、投資家としては全然もう嬉しいことですよね。どん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 これで学祭が下がるとイーサリアムのやり取りもやりやすくなると。ってなると、例えばユニスワップとかそのイーサリアム上のエクスチェンジとかまあアプリとかでのダップでのこう取引額が、取引が お金かからなくなるからよりユーザーが増えるみたいなことになるのでエコシステムとしては全然いいことになるかなっていう気がするよねであの細かい話はねレディットで出ているのでまああのまあ気になる人はね見ていってくださいという感じですかねはいでちょ,ねちょっと最後にビットコインで面白いのがそのテスラはいもう最高値つきましたとでどれだけねこれで儲かったかっていうとえっとね1.2ビリオン 10億100 1000億円以上これで儲けましたよということですね。なので、あのこう、要はだか投資をしましたと。で、値段がガーン上がるから、これで、まあもう1.2ビリオンね、あの上がったよと。で、この1.2ビリオンって、もうなんかテスラが去年、車売って儲けたお金よりも多いわけですよね。なのですごい、すごいことだよね。っていうことを見るとさ、なんだろう、例えばアップルとかって200ビリオンとかの。 キャッシュが寝てるわけですよで今インフレが起きてるからどん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 目減りするわけだけどそういう会社とかもどん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 、ね、こういうふうにだったらビットコインに使っちゃおうとかっていう話になったりすると思うのでえっ、ー、とねこういう動きはね止まらないかなと思いますねすごいその1.2ビルに1000億円以上がたったこの23ヶ月で、えー、得られた利益ということですね。 OK! ーーということで、今日はね、こんな感じにしたいと思います。で、今日もね、ちょっとまあ、最新ニュースでしたけど、ちょっと今後もね、オルトコインのちょっと狙い目あたりをね、ちょっとまとめていけたらな、なんていうふうに思ってます。まあ、ね、B チェーンなり、他のね、ライトコインから、まあなんか、いろいろね、皆さんちょっとリクエストもあると思うので、なんか気になるところがあればコメントお願いします。OK! ということで、今日はね、この辺で終わりますけど、またね、ちゃんと皆さんいいねを押して、ベルもね、押しててください。ということで、また次のところでお会いしましょう。